わどうもこんにちは、パンチパンタです。よろしくお願いします。ということで、まあ、皆さんは趣味とかございますでしょうか。まあ、私ですね、パンチパンダは、まあ、一応ちょっと趣味があるんですけれど、まあ、それがですね、サッカー観戦ということで、まあ、サッカー見るのがすげえ好きなんですよ。でですね、今日とか4時からフラム対チェルシーという、まあ、プレミアリーグなんですけれど、まあ、その試合がありまして、見たいなと。朝方の4時、今時刻がですね1時47分。まあまあ4時までちょっと暇なので、まあ、デザートとかちょっと買いに行こうかなと。夜中のさ2時ぐらいに行くコンビニが一番好きです。絶対外寒いっすよね。いきなり寒くなったよね最近、マジで。いや、めちゃくちゃ寒いわ。なんか隙間から入ってくる風が。半ズボンだよ、半ズボンだよ。変な動きしてるけど見えてんのかな。変な動きしてたけど見えたのかな。かっこいい。なんかちょっとかっこよくない。この男は誰だ。この男は俺だ。見ろ。あまり背伸びをせずコカ・コーラを買いました。いや、あのね、サッカー見ながら飲むコーラめちゃくちゃうまいからね。いや、しかし寒いね。めちゃくちゃ寒い。アホやん。今部屋帰ってきたけどさ、そう考えると逆に暑くない？暑いまであるよ。うえぇ、うわうまい。最近ね、コーラにハマってるんですよ。なんかでもあれですよね、やっぱさ、人間の体もさ、ちょっとアップデートしてほしいですよね。今さ、帰ってる時さ、まあ、一応動画撮ってたじゃないですか。で、すごい車なのかな、あれ。夜空に垂直にさ、なんか光ってたんですよ。なんか、ブワーみたいな光がね、天空に差し込んでたの。こんな夜中に。で、なんか遠くの方にすげえ光の車なのかな。なんかそういうのが走って、てるっぽくて、あ、早く動画撮りたいって思ったらどっか行っちゃった。天空に行ってた。おかしくない？で、それでさ、なんかその5秒巻き戻しとか10秒巻き戻しとかしたいよね。目がくるるんって回って、そういう機能欲しいです。あとさ、若干これですね、もう雑談になるんだけれど、まあまあ、まあまあ落ち着こう。まあまあまあ飲み雑だから落ち着こう。まあなんか口に入れながら喋りたい話じゃないんだけど、今年緑のあいつ多くない？なんか異常じゃないですか？俺この前コンビニ行ったんですよ。で、コンビニのガラスに、ぽわーって、しかもなんかその、いっぱいいるよとかじゃないの？もうなんかね、緑なの全部ぽわーって。きっしょって。きっしょって思って。で、コンビニの中入ったら、コンビニの店内も飛んでんのよ。で、なんか商品とかについてるの。え、おかしくないって思って。おかしいですよね。そう、世の中世間一般的にも。で、俺そう、調べるのがちょっと近い勇気いるじゃないですか。なんで今年はカメムシが、なんで今年はあいつが多いんだろうって。で、まあ、調べた結果、なんかヤフーニュースで見たんですけど、まあ、原因はまだちゃんとした原因は分かってないらしいんですけれども、なんか今年あったかいから冬眠するはずのカメムシが冬眠しないでなんか食べ物探し回ってるみたいなのを聞いて、寒ないって思った。寒くない？なんか去年とか全然そんなのなかったっすよね。去年とか例年あれだっけと思って、今年なんかマジで異常気象なんじゃないか疑惑あるよ。まあ、ということでワイはね、今からちょっと暇なので、まだ2時20分ぐらいか、まあ、ちょっと漫画読もうかなと。ジャンプの定期購読してて、今月号がまあこれなんですよ。で、俺ねずっとね読んでなかったの、ジャンプを。で、俺はね今読んでるのが本当にさっきちょうどね今年入りました。去年2022年の10月ぐらいから、先週ぐらいからかな？読み始め、あ、今これ読んでる。2022年なんだか。どういうこと？難しい。2022年12月12日発売なのに、2023年2号。騙された。なんかちょっとサッカーのことで話してもいいですか？
いや、まあ日本ではさ、今北朝鮮かな、日本対北朝鮮の U23 とかかな、まあそういった代表戦みたいなのが行われ、こうして今ちょっとコーラ飲んだから、ドリンクを配ってくれてる日本人のスタッフさんなのかな、なんかそういう人に北朝鮮の選手が詰め寄ってなんか殴るふり、小学生がやるやつ、そう、これをねやったのね、審判の目の前でやって、イエローカード出て、で結局負けたんですよ北朝鮮が。日本が 2対1かなんかで勝って、で勝ったーってなってたら、なんか終わってから北朝鮮また北朝鮮の選手が審判に詰め寄って、いやありえないだろっていう、ありえないんですよ、俺そんなサッカー今まで見たことなくて。で今なんか海外のサッカーというか、まあそれもそれでどうなんだって思うんですけど、審判にちょっとでもなんか言ったらすぐカード出されるんですよ、イエローカードレッドカードとか。だからサッカー選手たちは逆にそれで言えなくて悩んでるっていうのを見てるからこそ、北朝鮮すげえなっていう、多分何か言ったらカード出るって知らないのかどうなのか分かんないんですけど、でもよくよく考えたんですけど、日本にミサイル撃ってくるような国と国際試合やってるのすげえなっていう。まあ一応今なんかそういった話がちょっと日本国内で騒がれているんですけれども、まあ私はですね、まあ結構海外のプレミアリーグとか、まあ、よく見るんですけど、まあそんな中でですね、スパーズ対リバプールっていう試合がこの前行われたんですよ。でめちゃくちゃでかい試合で、これ勝ったらリバプールが1位になるし、もうほんとね、上位勢争いだったんですよ。上位の戦い ですげえみんな世界が楽しみにして見てたんですけど、一人の審判の、なんかその、まあ一人の審判、まあまあ、やっぱ主審かな、主審の人のせいで、なんかその、リバプールのメンバーのさ、遠藤航選手が所属しているリバプールの人数が9人になっちゃって、カードめちゃくちゃ出しまくる審判だったんですよ。しかも、1点入れたんですけれど、まあこれちょっと難しいんですけど、まあ、いろいろなサッカーのルールがありまして、1点入れたのにもかかわらず、それが取り消しになって。Just checking the offside, Dilla. Yeah, give me 2D line ready after as well for frame 2. So, that's fine. Frame 2 there. Perfect. I've got the time on the clock. 2D line on left boot. So 2D line on the boot. And stop. Check complete. Check complete. It's fine. Perfect. Yeah. Off. Thank you, mate. Wait. The on-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside decision. Goal. Yeah. That's what it does. What? On-field decision was offside. Are you happy with this image? Ollie's saying to delay. Ollie's saying to delay. Pardon? Ollie's calling in to say delay the game. Can't listen. Delay the game. To delay the game. Stop the game. They've restarted the game. Yeah, they've restarted. Yeah. Can't do anything.で結局最後9人対11人でピッチ内で試合をしていて、最後の最後まで頑張って守ってたんですけれども、本当最後の最後でオウンゴールという形になってしまいまして、しかもそのオウンゴールした選手めちゃくちゃ頑張ってたんですよ。こういうのあるよなっていう、うん、で俺はですね、その日、まあ、サッカー見てたんですけれども、ちょっと涙が出ました、うん、悔しい。別にリバプールすげえ好きってわけではないんですよ。ただ、ちょっと涙が出ました。ね、なんかそれから後々、もうすぐ謝罪してて、審判団があれは間違いでしたみたいな。でも、結局結果は結果で変わらないので、負けっていう、うん。で、それが後々響くんですよね。今始まったばっかりとはいえ、まあ、来年の5月ぐらいまであるのかな確か。4月とか5月ぐらいまであるんですけど。いや、後々響くので、ちょっとかわいそうやなーっていう。いや、みんな知らないだろうけど、俺はね、泣いたりとかするの。一応、感情を持った人間なんですよ。感情ってあるんですよ、俺。みんなもさ、まあ、この動画を見ている人とかさ、いろいろ毎日思ったりとかするじゃないですか。思って感じて考えて、もやもやしたりとかして、時には泣いたりとか、笑ったりとか。知らない。そう。僕もね、君たちが笑ったり泣いたりとかしている姿を見たことがないの。知らない。まあ、だからさ、まあ、コメント欄でさ、最近泣いたこととか笑ったこととかあったらさ、書いてくれたら、もう、見るから、書いてほしいね。今ちょっと思ったよ、それ。今ちょっと思いました。みんなは笑ったりとかしてるんですか？俺は知らなかったよ、君たちが。ね、今日俺が笑ったのは、
のは笑顔に含まれますこれ愛想笑い、なんなのこれ、へへみたいな、何この笑い、何この笑い、何この笑い。はい、まあその後はですね、まあ YouTube とかまあいろいろ見まして、まあ結構ですね、まあ楽しい時間をまあ個人的には、まあ、過ごしていたんですけれど、まあその後ですね、まあ、サッカーを、まあ、見始めると、まあなんだかんだ楽しく生きてます。